ひみん、どこだひみん。いたいたいた。貧しいみなりの少年。いたいたいた。よいしょ。この子を助けて、しっかり目を開けろ。大丈夫、もうこの美少女戦士エルゼンさんが来たからにはね、もう安心してください。ご安心ください。おい、あ、インスタンスポット。はい、あ、ありがとうございます。私たちクフサド商船団という海賊にさらわれてここに捕まっていたんです。お、ジャック、やっぱりこの辺りに潜んでやがったか。でかしたな、エルゼネ。だが奴らの姿がないのはどういうことだ。見当たりませんね。海賊たちはエールポートの偵察に行くと言っていました。仲間がそこに集まっているはずなのに、どうも様子がおかしいとかで、もう思い切りバレてんじゃないですか。私たちは場合によっては荷物になるからとこの場所に拘束されていたのです。さあ、彼らが戻る前に急いで逃げましょう。って言うと来るから、ほら我らクフサド商船団の大切な商品を勝手に逃がされては困りますね。あ、ちっちゃいの来た。驚きましたよ。慌ただしい気配を感じてエールポートに向かったら、一夜にして仲間が壊滅させられたそうじゃないですか。なんとなくフリーザっぽいな、この喋り。やったのは君たちですか。我々の攻撃がよほど気に食わなかったようですね。私の戦闘力は53万です。ああ、掟破りの胸クソ悪い海賊なら始末したぜ。デスマーちゃんとこも無事では港に戻らねえ。お前らもう終わりだよ。そうですね、クフサド商船団は終わりかもしれません。でもその奴隷どもを売れば金が手に入る。金さえあれば我々はいくらでも再起可能なんですよ。まさしく生きることさえままならない君たちが輝く貨幣の山になるんです。むしろ光栄に思ってもらわないとね。下水なぁ、相変わらず。大丈夫だ、心配すんな。ここは危なくなるから少し離れてな。ジャックはやる気出すとかっこいいんだよな。悪いが、掟破りには容赦しないぜ。俺も大概ろくでなしだが、掟の番人だってことだけは譲れねえんだ。いや、いいね、かっこいいな、ジャック。やる気出すと。裏社会の闇に助けを求める声まで飲まれた時の絶望は嫌ってほど知ってるからな。掟に従い、お前らを通してさらわれた連中を奪還する。ジャック、おい、始まりました。よし、こいつだ。繊維回復役から叩く。よし、お断りだ。全員まとめてぶっ飛ばす。ほい、あ、よかった。もろいな、やっぱやばいな。 OK、 次はこっちだ。ザコの方から。あ、ゾイン来た。チ、助っ人望めましか。よし、ザコから。よいしょ。あ、ちょっと待ってね。この堂々、足はそういうがよく鍛えてる、鍛えられてやる。エルゼネ、堂々から距離を取って、刀身を使え、気づかれないように戦うんだ。はい、わかりました。ちょっと待ってね、こいつ勝たしてからね、ちょっと待ってね。やばいな、結構 HP が減ってるな。ポーション。痛い。あ、やばい、痛い。あ、痛い。ちょっとね、ダメだ。こっちから、堂々から先に片付けないと、これダメだ。痛い。死ぬ。ちょっと待って。こんなとこでハゲルマになりたくない。ちょっと待って。あ、そうだ、ジャックに任せよう。あ、また来た。多いな、そして数が。うっそ、めっちゃいるじゃん。また堂々、どんだけ飼いならしてんだよ。ほんとだわ。焦らず冷静に対処していけ。チャンスは必ず来る。あ、多くね。ああ、もう TP がなくなっちゃう。 TP がなくなっちゃう。あ、来た。ペリムハリウムさん、ペリムハなんかとかさん。ちょっと待って。あ、よかった。あ、助っ人来た。ありがとう。ちょっと任した、そっちは。さあ、一気に行くぜ。あ、よかった。こっち。あ、もうダメだ。 TP がない。もうダメだ、何もできない。あ、 TP なくなっちゃった。あ、
まあ、また任した。強えな、みんな強えな。オッケーし、あ、ダメだ、もう役立たぞ。おい、おい、あ、めっちゃくちゃ強いじゃん、これ。オッケー、よっしゃよっしゃよっしゃ。これあんま俺いらなかったんじゃないっていう説が。助けてくださってありがとうございました。本当に何とお礼を言ったらいいか。えんやで、それが我々の仕事や。僕ね、信じてたんだよ、正義の味方が来て絶対助けてくれるって。お兄ちゃんたちすごく強くてかっこよかったね。え、僕も正義の味方になれる？あいつらみたいな悪者をやっつけるんだ。いや、あのな坊主、俺たちはそんなろくなもんじゃねえよ。いいか、よく聞け。俺たちはな、裏社会に生きる怖い怖い掟の番人だ。掟の番人ってのは、お前が家の手伝いをサボってもダチと喧嘩をしても怒らねえ。だが一緒に生きる仲間を裏切るような真似をしたら、水平線まで追っかけてでもぶっ飛ばすからな。いや、子供に優しいジャックってなんかちょっといいな。それが嫌ならせいぜい腐らず生きろよ坊主。なんかちょっとジーンときちゃいますね。ああ、何笑ってんだお前ら。お、新キャラ登場。おお、来た来た来た、かわいい。クフサド商船団にさらわれた方々ですわね。ですわねキャラ。私、イエロージャケット陸士長のミリララと申します。国家団から連絡を受け、皆さんを保護しに参りました。かわいいな。大丈夫だ、こいつらならお前を安全に返してくれる。行きな、はぐれるんじゃねえぞ。どうしよう、ジャックがかっこいい。あの、すまきにしてされて、つる、あの、つる、つるされてた人とは思えない。いや、よかったよかった。まだ何かあるのかよ、それとも新しい仕事の依頼か。依頼？私が？あなた方に？顔は。ありえませんわ、私創建士が大嫌いですの。角の数が超多い。さっきのエールポートでの一件も腹立たしいったらないですわ。重罪人を闇討ちで片付けるなんてあまりに前時代的。あの、なんか PTA のおばちゃん的な。創建士のような海賊の残滓と手を組んでいるから、リムサロミさんの海賊離れは進みませんのよ。そもそもその装備は何ですの？探検は知性ある市民によってオレンジの皮むきにでも使われればいいのです。それを振り回すなんて、まるで卑しい海賊のままですわ。海賊に癒着しない都市を目指すリムサロミンさんに、あなた方の存在は不適切というもの。国から強く正しい力を与えられた、このイエロー、光ったよ。イエロージャケットこそ、民を守護すべき存在なのですわ。はぁ、みたいな。ジャック、この人何しに来たの？みんなの目が冷たい。聞き流しとけ。装備を自慢したいだけの派手女だ。違いますわよ。私は真の海賊撲滅のために創建シゲルトに宣戦布告をしに来たのですわ。いいですこと？本日未明、リムサロミサに向かっていた国家団の輸送船が海賊に襲撃される事件が起きましたの。積み荷の多くが奪われましたが、特に深刻なのが、途方もない価値を誇る3つの秘宝が奪われたこと。なんでしょう。襲撃後、海賊たちは姿をくらまし、奪われた秘宝の行方も知れないのですわ。なんだろう、熱海の秘宝。うん。それで？奪われた3つの秘宝、
その奪還をかけて私と勝負なさい。こちらの方が多くの秘宝を奪還したら、私は双剣士ギルドの廃止を提案しますわ。結果が伴えば提督も無視はできないはずです。なんでそんなに海賊憎いんだろうな。勝手にやってろ。そんな面倒な勝負受ける理由もねえよ。あら、そうですの。この事件はいわばリムサロミンさんの民からの略奪。あなた方の守るが掟に反しているのではなくて顔あれだな顔芸が上手くなったのね。ことはすでにあなた方の領分にあるのですわ。それでも役目を放棄して逃げるのかしら。ち、言ってくれるじゃねえか派手女。後で吠え面書いても知らねえぞ。その言葉そっくりお返ししますわ。私はあらゆる海賊の名残を廃し、必ずやリムサロミンサから海賊どもを退けてみせる。何しに来たんだ本当に。どうするんですか兄貴。どうもこうもねえよ。とにかく一度ギルドに帰んぞ。そして置いていかれるエルデンさん待ってよ、一緒に帰ろうよ。よし、じゃあ帰るか。テレフォンで帰るか。街へ帰る人はいつ、なんだっけ、あ違うわ。まあいいや、ジャック帰ってきたよ。ったく何なんだよあの派手女は。海賊にまつわる全てが嫌いって感じだったな。どうでしょうかな。押していくか。はい、コンプリート。はい、ということでブンドルは覚えましたね。アイテムをブンドれないことでおなじみのブンドルで、いまいち効果のよくわからないブンドルですね。よし、さてじゃあ装備しとこうかな。突然始まるハゲルガ先生の FF14 講座、今回はですね、動画の尺がだいぶ短かったんで、まあ、おまけのうんちくコーナーとしてエオルゼアで暮らす様々な種族の一つであるララフェルについてお話ししていこうと思います。ララフェルとは一見すると子供のような小柄でずんぐりとした姿の種族です。もともとはエオルゼアの南にある南洋諸島というところに生息していた農耕民族で、まあ、過去の時代に作物の交易を通じてエオルゼアまでやってきたそうです。まあ、割と陽気でですね、まあ、外交的な性格で、まあ、他のどの種族とも大体友好的な関係を築いています。まあ、年をとってもですね、ほとんど姿が変わらないので、まあ、我々からすると結構年齢が分かりづらい存在ですね。まあ、この先ですね、ちょいちょい見た目が可愛いんだけどすごい渋い声のララフェルとかね出てきますんで、まあ、未プレイの方はですね楽しみにしておいていただけるといいんじゃないかなと思います。ララフェルはですね、大きく分けてプレーンフォークとデューンフォークという2つの部族に分かれています。プレーンフォークは平原の民と呼ばれ、主にラノシア地方リムサロミンサに多く生活しています。農業や漁業関係の仕事に就いている場合が多いようで、まあ、一般的に陽気でのんきマイペースな性格をしていると言われてますね。一方デューンフォークは砂漠の民と呼ばれ、主にザナラン地方に多く生活しています。もともとウルダハを建国したのも、まあ、彼らデューンフォーク族なんですね。したたかで商売上手な性格が多く、ウルダハで富豪として財を成した者も少なくないようです。ちなみにこのプレーンフォークとデューンフォーク、見分ける方法としてですね、目を見ていただけると一発で分かるようになってます。プレーンフォークが若干こう瞳孔が縦長でですね、まあ、猫のような目なのに対し、デューンフォークは瞳孔がなくてガラス玉のようなのっぺりした目をしているというのが特徴です。であとはですね、FF14 は種族と部族ごとに命名規則がかなりしっかり決まっているので、名前を見ればですね、ある程度区別がつきます。プレーンフォークの男性の場合はですね、まあアルファベットで説明すると ABCB っていう感じ、ふんはんはんふんはんみたいな、で女性の場合はですね、ABBCB っていう感じで韻を踏んでるのが特徴です。例えば、双剣士ギルドのペリム・ハウリム、あと動画には出てきてませんけれども学者クエストに出てくるアルカ・ゾルカ、それからこの先登場する大富豪のですね、テレジ・アデレジ、
あと女性の場合は、今回登場したイエロージャケットのミリララさん、多分ね、ミリラという名前だと思うんですけれども、まあこんな感じですね。ちなみにプレーンフォークの男性は礼儀として普段からフルネームを使う文化があるそうなので、そこも見分けるポイントです。そしてデューンフォークの場合はですね、あの男性は AABCCB、女性がですね AABAB っていう感じに韻を踏みます。わかるかなこれ。ですね、動画には出てきてませんけれども、まあ暁のタタルタルさん、あとクイックサンドのですねモモディモディさん、あとこの先登場する大富豪のですね、ロロリとナナリトとかですね、あと以前少し紹介しましたけれども、ウルダハの現国王のナナモ様もデューンフォークです。フルネームはですねナナモウルナモというんですけれども、あの真ん中のウルはですね、あのウル王朝の王族であることを示してます。とまあそんな感じで、まあラナフェルとその命名規則について、まあ、ざっくりとしたうんちくでした。はい、はい、では今日のエルヌンさん占いです。今日最も良い運勢の人は守護神が春大姉の人です。何かと月に恵まれて全てが絶好調の一日、少しくらいの矛盾は気にせず大胆に行動するといいことがありそうです。ラッキージョブは剣術師とナイトです。2位のビエルゴの人、思いがけない高品質が到来の予感、失敗を恐れずに挑戦してください。ラッキーアイテムはマヒマヒの揚げ焼きです。8位のサレックの人、間違って近接 DPS にカードを投げで空回りの予感、状況を察して落ち着いて行動することが大切になります。ラッキーアイテムはエクスエーテルです。10位のナルサルの人、衝動買いで思わぬ後悔をしそう、迷った時は焦らず来世まで待ってみる勇気を持ちましょう。ラッキーアイテムは賄賂です。そして今日最も悪い運勢なのは、ごめんなさい、ラールガーのあなたです。死んだら妖精さんに生まれ変わってしまいそうな予感、今日のところは控えめな言動を心がけた方が良さそうです。でも大丈夫、そんなラールガーの月を回復させるラッキーアクションはビール飲んでフェイトです。それでは今日も元気にいってらっしゃい。